午前8時半ごろ、京和町リアム内の国道276号で岩内初札幌行きの高速バスと軽乗用車が正面衝突しました。この事故でバスを運転していた49歳の男性と軽乗用車を運転していた80歳の男性が軽いけがをしました。クラクションが鳴って、ふと見たら対向車が突っ込んできました。 乗客の皆さん混乱している様子とかそんなこといやあの運転手さんもちゃんと減速っぽくしていたので。警察はバス側の車線で衝突していることから、軽乗用車が対向車線にはみ出したとみて調べています。相次ぐ高速バスの事故、トラックとの正面衝突で5人が死亡した八雲町の国道5号は事故が多いことから、 対策が必要とされる事故危険区間に国が指定していました今回の共和町の現場も死傷事故が多く起きていて2010年に事故危険区間に指定その後、2019年に対策完了とされていましたところがこちらの道路は片側1車線で中央部分にはポールや分離帯などの設置はされていません 対策されていないのに対策完了とされたわけ。実は、2014年、事故の減少や渋滞緩和のため、急カーブや急な勾配を減らした新たな国道が整備されました。片側1車線ですが、正面衝突を防ぐ中央分離帯も設置されています。その結果、従来の国道276号の交通量が減り、事故が4分の1に減ったことなどから対策完了とされていたということです。 ただ、実質的には手つかずの場所で起きた今回の事故悲劇を生まないため対策が求められます。